はい、じゃあジョンソンさんからご依頼受けました。ありがとうございます。レボリューションの、インナーですね、8箱です。こちらですね。はい、じゃあパーソナルブレイクですんで、もうどんどん上げていきます。ジョンソンさん、よろしくお願いします。じゃあ、一つずつどんどん上げていきますね。レボリューション本当に人気ですね。再入荷、まあ、来週になっちゃうのかなと思います。ベストオブは多分明日来る予定です。ベストオブは多分明日来る予定ですので、よろしくお願いします。はい、じゃあ一つ目ですね、パラレルぐらいだけざっと言ってきます。針盤のフラクタルで、レジーミラー、ミルサップで、アレンですね。レギュラーどうします？ルーキーとパラレル弾くか、ベースカードを破棄にするか。その辺だけ、ジョンソンさん教えてください。イレアソバとコンレイ君。一応、ルーキーとパラレル以上は弾いておきます。通常のベースだけ弾いておきますね。これは、ジェリーウエストのアタタタですね。イワンドゥさんですね。はい、ベーコン君、ウェストブルック、ウィギンズですね。と、オグ君、カリーのアストロとデローザ。これ、10種類じゃん。ライドン君。ルーキーでよかったっすね。はい、これ、ラバだ。はい、5の10です。10枚限定です。まあ、ルーキーだったら、まあね、そのうち、期待していいと思います。よいしょ。はい、じゃあ二つ目。1箱目は10枚限定が出ました。まあ、ルーキーのライドン君だったらね、まあ今後持っててもいいんじゃないかと思います。はい、2箱目、ジャバリーですね。と、ジョシュ・ジャクソン。サインかな？誰でしょう？せーの。はい。はい。アイザック君、髪型が最先端です。はい。ほんとすごいアフロ。アフロじゃないのか。サインが1枚出ました。アイザック君ですね。で、ブログトン・ジャクソン。ひっくり返ってんのはローリーで、これはボルテックスのインパクトですね。ボルテックスのアタタタっすね。はい。これは、エヴァンス。で、ブログトンとクレイ。ティーグと、ゾウさんはい。オルトリッチとオラジュワン。ひっくり返ってのはライドン君です、また。73の100。10シリと揃っちゃいました。
で、バムさん、クワイ、ホッシャンですね。あ、はい、ベースカード分け破棄でよろしいですね。ベースカード分け破棄、パラレルルーキーは、お送りするということで、2箱目でサインですね。1箱目で10シリ、2箱目がアイザック君のサインで、今これが3つ目ですね。はい、ベンシモのアストロとブーカー、ブラウンですね、パラレルとモンク、ターナーとタウンズ、あたたたバーンズですね。で、コリンズ、ベル、アストロ、あとハブリセック、シリアルか、ラッセルですね。デアンジェル・ラッセルの75ですね。64、5か6きますね。5か6きます。ティーグ、明日ベストオブ5か6きますね、確か。チャンパースね。と、セルティックスの長い子。ただ、入荷したらどうしようかなってお客さんが何人かいるけど、正式なご注文まだ入ってないので、全然言っていただければ大丈夫です。だ結構ね、アメリカが今雪で遅れてるんですよ。もう猛吹雪で、また年末のような発送の遅延があるので、明日一応入荷予定です。順調に来れば明日ですけど、本来は今日来るはずだったというやつですね。これが4つ目ですね。ウィギンズとデビロビ。はい、ひっくり返ってるのはブーカーの、これは100シリ34番コズミックとパッチョン君。パッチョン君あんまり使われてないですね。デローザン、カズンズ、まあこれからですかね。シュローダー、クズマ、ルーキー出ました、ミルサップとホックス君、おひげのボルテックス、あたたたですね、おひげね、ジェームス、んサインっぽいですね。この色はベテラン、はい、大でしょう。せーの、ほい、スプリューウェルですね。はい、ティンバルブスのスプリューウェル、いい選手でしたよね、スプリウェルね。ウォリアーズとかね、結構もうテントリア、どこに行ってもテントリアでしたね。ユーイング、ブラッドリーですね。で、スワニガンですね。はい、サインが、4箱で2枚ですね。10シリが1つ、サインが2枚という感じですね。今これで5箱目。今サインはアイザック君とスプリウェルですね。はい、5箱目。はい、あ、ハート様。何気に頑張ってるハート様。ね、T-Mac。はい、ポルジンギスのアタタタ。で、フルーツが出ました。ルーキー。
おつかにされてるんで、ひょっとしたらひょっとするかもしれませんけど、数年後かもしれないです。人気が出るのは。オーシャンアストロと、ドットソンですね。ベーコン君。アイザック君。カリーですね。と、ミッチェルも出ました。あと、テイタムと、ボールぐらいかな。上位。マローンですね。はい。シリアルはマークのガソールです。75シリの13番。ブライアントですね。あ、ジョストさん一応、はい。5か6ケースが、明日来る予定です。ベストオブ。今これ6箱目。時間大丈夫ですか？ああ。全然普通に大丈夫ですよ。うん。集音しないマイクなんでこれ。うん。たまにやや聞こえるぐらいでしょ。結構普通に話してる。うん。一回集音マイクでやったら、いろんな声拾っちゃって。で、集音しないやつにしたんですよ。はい。じゃあ行きまーす。タウンズアストロとベンシモボルテックス。はい。お、あたたたテータムだ。55対1ですね、これね。はい。ドットソン。これはジャクソン。で、ケナード君。ケナード君もいいんですけどね。もうちょっとプレイタイムもらってもいいんじゃないかと。ボール出た。あと、テータムだけですね、上位。でも、アタタタと言いましたからね。ポール・ジョージのアタタタと、クンポですね。ひっくり返ってんのは、アデバヨさん。14の50です。はい。キュービックですね。アデバヨさんです。バムさん。結構頑張ってますよ。はい。ベル君も出ました。ん？レデンプションだ。3位のレデンプションっすよ。ヤニスの可能性が 90% ぐらい。せーの、はい。あっはい、ヤニスです。ね。オールスター前投票1位ですからね。すごいですよね。はい、これでサインが3枚ですね。スプルーウェルと、アイザック君とヤニス。3枚。きました。ジャイルズとマローン。ティーグ。フルーツも来ましたね。上位系が結構出てますね。ちゃんと。はい、これ7箱目です。今6箱開けてサインが3。10シリが1個。あとルーキーカードに関しては一通り、テータム以外がとりあえず出てるような感じです。7箱目ですね。カリーとデビロビ。ブラッドリーとブラン。はい。ホワイトのフラクタルですね。で、レブロン・ジェームス・ボルテックス。はい。アレン。アレン君も頑張ってます。で、アイザック。ブーカ。フルーツ。シリアルはブレイクグリフィンですね。100か、これは。100の62。ブレイクグリフィンですね。で、ホックス。モンク君。ベンシモ。イルヤソバと、セミさん。はい。で、これラスト。8箱目ですね。サインが3枚。ね。ヤニスね。この子ね。店長推しの、うんぱくんです。
はい、これが8拍目ですね。今サインが3、10シリが1個という感じです。これでサインが出れば4枚ですね。はい、お、あたたたホックス、いいですね。はい、グラントヒル、ん、あたたた、今度コンレイのボルテックスですね。で、アイザック君ですね。はい、ケナド、アストロとオルドリッチ、レディックとホックス、ひっくり返ってる、ベーコン君、おお、ベーコン君、ギャラクティックまあまあまあね、はい、ベーコン君のギャラクティックです。はい、じゃあこれかな、これで4ヒットかなですかね。はい、ベーコン君、ギャラクティック、まあルーキーだからね。彼ポジションはどこなんだろうね、ポイントガードなのかな。はい、まあでも綺麗ですね。はい、キラ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 してます。で、ウンパ君ですね、ホリデーとセミさん、ブライアントですね。で、ショーストッパーズはデュラントですね。はい、いない値ぐらいですね。で、シリアルもありますね。誰だ、お、コリンズ、50シリもコリンズ、結構パラレルはルーキー絡みましたね。6の50、コリンズも頑張ってますね。はい、で、ライドン君、はい、となります。はい、まあサインが3枚、ギャラクティック1枚という感じです。4ヒットでした。はい、じゃあ、ジョンソンさん、またよろしくお願いします。ありがとうございます。とりあえずここで、あとはあのメールに